おはようございます、中上真子です。昨晩はですね、熊本城の近くに泊まらせてもらいまして、現在朝8時です。さあ今日は何をしましょう。きたー、これいきますよ。じゃん、阿蘇のイチゴをたらふく食べて鳥になる。最高だけど、ちょっと意味もわかんない。卵、ここはそのどういう施設なんですか。ここはですね、食べ放題のいちご狩り園になります。そういうことか。たらふく食べられるっていうのは、はい、食べ放題ってことなんですね。そうです、そうです。最高じゃないですか。で、赤いいちごは、あ、いるいる。これは何という品種ですか。ゆうべにですね。ゆうべに、はい、いただきます。一口が一番ですよね。おいしい。すごいジューシーさ。そうですね、すごい人気ですよ。うん、この中で永遠に、何分食べていいんですか。時間無制限です。え、ずっといてもらっていいです。やっぱちょっと熊本の方って変ですよね。最高すぎません。すごいですね、周りも一周全部いちごが乗ってて、これソフトもいちごですか。ソフトクリームの中にも冷凍したクラッシュしたいちごが入ってます。ですよね、はい、おお、ソフトクリームも美味しい。ね、このいちごのフレッシュな食感、贅沢すぎません。これいちご農家ならではですよ。じゃないとできないですよね。あー、嬉しい。いちごを本当にたらふく食べられてます。おかげさまで。ありがとうございます。ありがとうございます。この後はだから鳥になるっていうのがあったんですけど、なんか思い浮かぶのあります。鳥、